こんにちは、西原真希です。本日もこの動画を見ていただきありがとうございます。本日英語を題材とした企画です。皆さん英語難しいと思ってませんか？どうやって勉強始めたらいいか分かんないですよね。そうですよね、難しいです。僕も最初はどっから手をつければいいか分かんなくてめちゃくちゃ悩んでいろいろ調べたりしましたけど、その中で、僕が考えそしてたどり着いた勉強法を本日は3つ紹介したいと思います。よろしくお願いします。僕が考えたどり着いた勉強方法で最も重要な勉強、それは単語です。ボキャブラリーです。なぜボキャブラリーが必要なのかって言いますと、やっぱり日本人もそうだけど、日本語喋るにあたっていろんな単語を覚える必要があって、それはやっぱりどこの国に行ってもそうで、まあ例えばスペインだったらスペイン語のスパニッシュの単語をいろいろ覚えないといけないですし、やっぱいろんな国にいろんな言葉があっていろんな単語がありますから、その会話できるようになるまでにまずいろんな単語情報を入れていかないといけないんですよね。でその中で僕が参考にした、そして自分の教材として使った単語帳はこちらです。オーブン社のトーフルテスト英単語3800っていう単語帳を使ってまして、この単語帳はすごいいろんなジャンルの単語も載ってますし、皆さんにもぜひ使ってほしいです。で皆さん気になると思う勉強方法は、まあ、人それぞれいろんなやり方がありますけど、僕は最初はとりあえず書いて書きまくったんですよ。最初に使った英語の単語帳みたいなやつなんですけど、もうほんとひたすら書いて書きまくったんですよ。1日10個とかって決めて、でこれももちろん覚えられます。でもやっていくうちにいろんな効率よく勉強する方法っていうのがだんだんと見つかってきまして、それは書きながら喋る。本日はちょっと僕単語帳の方を実家の方に忘れてきまして、ちょっと紹介しづらいんですけど、僕が今まで使ってきたノートでちょっと紹介していきたいと思うので参考にしてください。じゃあ本日は実際にちょっと一つこんな感じでやるんだよっていうのを見せたいと思います。本日の単語は惨めな、ちょっと字が汚いですけどね、惨めなっていう単語は英語では miserable っていうんですよ。最初はまず1個はまあ別に普通に書いてもらって、でここで発音ちょっと意識しながら何個か書いていきましょう。 miserable でできるようになったらちょっと書いてから miserable って書いていきます。いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃシュールな映像となってしまいましたけど、あれをすれば確実に伸びます。毎日寝る前に5分間でもいいので書いて発音してやってみると1ヶ月ちょいかな、確実に伸びるので、将来外国でサッカーしたい、留学したいって思っている方はぜひ挑戦してください。そして2つ目の英語をマスターする上で欠かせない勉強方法です。それはシャドーイング。ん？って思った方もいるかもしれないですけど、シャドーイングっていうのは誰かが喋ってる、それを真似て後からちょっと喋るみたいな、まあ、日本で言ったらちょっと軽い山彦さんみたいな感じですよね。なぜシャドーイングが大事かと言いますと、まあ、やっぱり一番は耳が慣れる。これはリスニングの要素も入ってまして、誰かが喋ってるものに対して自分が後から同じ言葉を全く言う、これは耳が慣れるし、ちょっとネイティブにちょっとずつ近づいてくるんですよね。だから僕はこの勉強方法を取り入れました。Hello. では早速シャドーウィングを始めていきたいと思います。I'd like to introduce you to someone. This is Jomny. This is Jomny. Johnny, but spelled accidentally with an M. Jomny is an alien. いかがだったでしょうか。これが僕のシャドーウィングの勉強方法です。今の時代はみんなタブレットとかパソコンとか、もちろんスマートフォン持ってる人が多いと思うので、寝る前にこれはまあ1分とかでもいいかな、毎日やってると確実に伸びます。耳がもうネイティブの耳になる。なのでチャレンジしてください。絶対にチャレンジしてください。そして本日最後3つ目です。3つ目の勉強方法、それはリスニングです。リスニングって言ったらまあ皆さん英語のテストとかで初めに5問とかやるかもしれないんですけど、それと全く一緒ですね。リスニングはなぜ僕が3つ目にリスニングを置いたかと言いますと、1つ目がボキャブラリー単語で、2つ目がシャドーウィングで、3つ目がリスニング。これが全部つながって最終的にリスニングに行くのかなと思って、単語わかります、シャドーウィングしてちょっと喋れるようになります、で最後はリスニング。何も見ない状況で、ネイティブのやつらが喋ってるのを自分の頭の中で自然と翻訳されてるっていうのが理想の形です。リスニングの勉強方法って結構難しいんですよね。何をしたらいいのかなとか、どのアプリを使ったらいいのかなっていう悩みがあると思うので、僕の勉強方法をちょっと今日はお伝えしようかなと思います。
僕がリスニングの時に実際に使用していたリスニングアプリはこちらの VOA というリスニングアプリでして、これは、各地域の話題となっているニュースを英文で取り上げてくれて、ものすごい使いやすいアプリですね。で、自分の好きな速度でリスニングができて、実際に黄色で今話しているところを示してくれたりとかしてくれますし、初めてやる人にもおすすめのアプリなので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。いかがだったでしょうか。これが僕の勉強方法でしたね。この勉強方法を約2年間ぐらい続けてきましたね。僕はっきり言うと中学生の頃英語なんか全くできませんでした。でも高校に入ってサッカーしながらやっぱいろんな選手を見て外国の方と関わったりとかして、いやなんか英語したいなと、アメリカに行きたいなと思って英語を始めようと思いましたね。毎日頑張れば確実にいいスコア出るので、自分と向き合ってぜひやってほしいなと思います。本日の動画は以上となります。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価忘れずに。ではまた。